お前たちヘルヘイムについて教えてくれるんじゃないのか。教えろ。なんでお前たちは私を捕まえようとする。それをお前が知る必要はない。おい、カイザル小隊長を呼んでこい。シンマの鍵の女を拾ったのはこの気空団で間違いなさそうだ。はっ。くそ、騎士ってだけあって数も多い上に手強い連中だぜ。大丈夫、こんな奴らすぐに私が。すごい。よし、暴れるなよ。おい、お前ら、ペットが大事ならおとなしく投降しろ。おいや、おいらはペットじゃねえっつーの。うるさい、黙れ。いいからさっさと俺たちに話せ。何？私のだ。団長たちは私をヘルヘイムへ連れてくって約束した。誰も渡さない。私はお母さんに会う。だからヘルヘイムに行くんだ。団長たちと一緒に。なんだここは、どうなってる。おい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 、なんだよこれ。おいらたちどうしちまったんだ。ここは何かすごく強い力を感じます。来る。あれは？なんだあの化け物は。あれは何か違う。おい、よくわかんないけど、あいつこっち来るぞ。関係ない。私はお母さんに会いに行く。その邪魔はさせない。いざ行かん。私に続け。正義は我らにあり。我が道を切り開く。準備はできてます。任せろ。そこまでだよ。終わりにする。邪魔はさせない。どうだ。行くぞ。はっ。相手にとって不足なし。いつでもどうぞ。くらえ。しまった。
強まるで敵を貫け。消えろ。くらえ。ノック
いざ行かん。私に続け。正義は我らにあり。私は絶対にヘルヘイムに。くそ、間違いない。シンマの鍵が覚醒しちまったんだ。早く報告しないと、またさっきみたいな竜がこの世界にも。行っちまったな。結局シンマの鍵って何なんだ。それにさっきのあの竜は、バハムートに似てたけど何か違ったような。どうでもいい。それより急ごう団長。なんだ、また騎士の奴らが近づいてきてんのか。お腹空いた。もう限界で、交戦の結果取り逃がしてしまいまして。そんなことは問題ではない。騎士ともあろう者が小動物を人質にとって降伏を迫るなど何事だ。騎士騎士ってまあ。しかしついに目覚めたというのだな、シンマの鍵が。はい、あれはおそらく間違いありません。そうか、